警察官数人に声をかけられ、車に乗った男性が警察官と言い争いになっています。この男性は買い物を終えて自宅に戻る途中でしたが、新型ウイルス予防の体温検査に引っかかり、発熱の疑いをかけられたことに腹を立て、警察官とトラブルになったということです。